もしもし、ネジだけど。うん、あのさ、実は明日なんだけど。ごめん、やっぱり行けなくなっちゃった。久しぶりね、ちょっと。あ、たった今課長から電話入ってさ。電話だって。電話。すごい久しぶりだね、みんな。会いたかったね、ネジ君にね。これが多分運命の日かな。ってことは、この日にやればいいってことだよな。で、電話をしていたから、電話で、ちょっと夜っぽかったよね。どっちでもいいのかな？とりあえずも、8時32分にしてみようかね。電話かな？ネジ君久々。これさ、これ何のゲームだよって思ってる人いる？まあ、こういう、なんか今、ネジ君っていう、あれ？あ、待って、間違えたかも。いきなり。待って、間違えた、ちょっと待って。ちょっと待って、間違えちゃった。ヘンデンソルーレドンデイアラベナラスデルアイセレエンテデイトラルヘンデンソルーレごめん、間違えちゃった。あれ、24日かな？これはね。これ運命の日が4月25日の夜じゃん。今の主人公はネジ君って言うんだけど、ネジ君の行動っていうか生活に、なんていうの、コーネは神様の状態なのね。で、神様がいろいろネジ君の部屋にいたずらとかをして、介入していって、ネジ君の人生を、はい。ネジ君の人生を変えたりだとか、なんか、いい方向に導いてあげたりだとかする、アドベンチャーゲームですね。ということで、やりながらちょっと説明しようかなって思ったけど、しょっぱな間違えてしまったね。ごめんね。さあさあ、そんな感じ、そんな感じ。部屋の模様替えってか引っ越してるからね。あ、覗きか！ちょっと待って。ちょっと待って。そっか、覗きか。電話ね。はい。覗きでいいのか。覗きだけど。ああ、高橋。どうしたの？うん。明日？うん。まあ、普通に終わるはずだけど。ん？どうして？ムエタイ？行きたい。もちろんだよ。ムエタイ？でも、どうしたの突然。ムエタイとか興味あったっけ？巨乳ポスター。巨乳ポスター。食べてもらえるの？本当男っていうのはね。勝者って。わかった。じゃあ明日。ブルーゾン。うん。会社終わったら連絡するよ。ポスター。本当にありがとう。会社終わったら連絡する。そしたら当日の夜でもいいのかなこれはね、ネジ君。ネジ君？25日のさ、ね、夜でも大丈夫？テレビでも見る？カーテン開けるか。テレビ見よう、ネジ君。テレビ！テレビ見たい！こうね、テレビ見たいよ！ネジ君、テレビ見たい！テレビ！テレビ。テレタビーズの時間だよ。ネジ君、テレタビーズの時間だよ。あ、来た。グロッケン武田の芸能界一刀両断。はい。今日も鋭く芸能界のヤバい噂に切り込んじゃいます。
衝撃の真実、超大物俳優 YK は裸。曲がり角とか愛しの負け犬とか数々のヒット作で主演を務めてきた大御所俳優の YK ですが、彼は実は裸なんです。パッと見絶対にそうは見えないけど、実は裸の上に、なんで？なんでよ！ひどい！オッケー、電話の位置は分かっている。電話の位置は分かっている。しまった。あい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 。明日のミュージックヨーヨーって羽沢エイジが出るんだった。見たいな。寝るな。そうだ、ビデオだ。電話。でも予約録画って使ったことないぞ。いいよ、使うな。エイジ君、電話。まいったな。エイジ君、電話。寝るな。寝るな。電話がさっき。悩むな。ダメだ。ダメか。オッケーオッケー。やっぱりわからない。そうだそうだ、頭悪いんだから君。今さら行かないなんて言ったら高橋怒るかな。大丈夫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 。怒んない怒んない、高橋いいやつでしょ。おらんよ。よーし、友情と狭間の狭間。もしもし、ネジだけど。うんうん、あのさ、実は明日なんだけど。うん。ごめん、やっぱり行けなくなっちゃった。あ、たった今課長から電話入ってさ、明日の夜接待になっちゃったんだ。そういうこと言う。え？まあそうなんだけど、それが、そう、営業部がみんな盲腸になっちゃって誰も行ける人がいないんだよ。数合わせだよ。そんなことってある？止まっちゃうよな。ってことでまた今度誘ってください。やっぱり怒らしちゃったな。あ、怒っちゃそうか、高橋怒っちゃったか。でもまあ言い訳は完璧だったし許してくれるよな。完璧じゃねえよお前よ。全員一斉に盲腸にならんだろ。あ、これで、ね、運命の日だ。運命の日。言い訳がひどすぎる。ん？今日はね、羽沢さんでございますけども。あー、よろしくお願いします、よろしくお願いします。それ、それなんか貸し、借りがあるの、あなた。いやいや、なんでそんなペコペコなの。いやまあまあね、羽沢さん、今ワールドツアー中だってことで。ワールド、はい、今日本に来てもらったんですけども、まあ本当によく出てもらいました、テレビに。はい、とっても嬉しいんですけども。さすが世界の狭間。かっこいいよな。かっこいいね。出たらボコボコにするって言ってました、正直。誰だよ、いいとこなのにな。そんなこと言うわけないじゃん。ピンポン言ってたよね、自分。なもっとない、僕は。誰か来たの？おかずに何杯も飯行けるこれ。はい、まあ、そりゃしょうがないな。狭間さんまで。誰か来た。高橋？はい。あ、梨本課長。課長？ああ、ネジ君、こんばんは。どうしたんですか、こんな時間にわざわざ。いや、電話ではなんだと思ってね。うん、ちょっと上がらせてもらってもいいかな。あ、はい、どうぞどうぞ。なんで狭間の狭間見てたのに、そんな狭間に来やがってよ。怒られてんの、大丈夫？一体、何でしょうか。実はね、その私もバツイチになってからしばらく経つんだが。はあ、バツイチなの？なんというか、つまり要するにだ。何でしょう。私にお見合いの話が来ていてね。へえ、それはおめでたいですね。いい、そうなんだ。いや、まだ結婚が決まったわけじゃないし、めでたくもなんともないんだけどね。うん、あ、そりゃそうですけどね。一人息子のこともあるし、私もそろそろ再婚を考えてみようかなと。息子さんいるんか。なるほど、及ばずながらですけど僕も応援させてもらいますよ。うん、梨本課長は入社前からいろいろお世話になってる恩人ですから。ありがとう。なんで言いに来たんだろうね。やっぱりネジ君は頼りになる。あ、じゃあ早速だが頼まれてくれ。え？
ケイスケのことなんだ。あ、ケイスケくんって、課長の息子さんですよね。面倒見ろとか言うてねえだろな、てめえ。7歳、小学1年生だ。それで私のお見合いっていうのが、運悪くケイスケの小学校の運動会の日なんだよ。はあ。運動会では親子で踊る、盆踊りみたいのがあるんだ。私は前々からケイスケと一緒に踊るって約束しててね。できればその約束を守ってやりたいんだ。なるほど。僕に父親のピンチヒッターをやってほしいということですね。そういうこと？そうなんだ。お願いできるかな？やらせていただきます。うん、なんだかやけに乗り気だね。君まさか小学生が好きだったりとか？しないです。最低。そんなんじゃないだろうね、ネジ君はにゃ。ありがとう。まあそれじゃあ。よろしく頼むよ。任しといてください。他ならぬ梨本課長のためですから。そっか。いや、代わりにお見合い受けてくれって。なんでそんな喜んで。お前小学生好きか。こいつやってんな。こいつやってんな。オッケー。全身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 。あいよ。オッケー。行ってみちゃう？ジャージ隠そう。ジャージ、あ、クローゼットかな？ケイスケくんの担任の先生、清純派女優の杉島山子に似てるって、梨本課長に聞いたことあるんだよな。あー、それでよっしゃって言ってたんか。なるほどな。先生狙いか。そういうことね。あ、はいはい、なるほどな。髪、うわ、髪型。よし、今のうちにっと。酔っ払いのお誘いに髪。ん、な、流してたね、今に。5月1日の昼。え？え？マジ？ 2時16分。髪型前の方が良かったよね、これね、絶対ね。誰か来たのかな？気になるね。ガサ入れだ。よし、じゃあ日記見てん。これね、日記見るのもね、結構大事らしくてね。日記見ていこうね。ちょっとへなってたね。よいしょ。はい、日記見ちゃう。何のに？あ。ボディービルディングに励む僕、桜先生にいいとこ見せなきゃ。ひょっとしたら裸になるかもしれないし、スイッチオンでブルブル鍛えられる例のやつを買ってみようかな。こいつは本当にすごいね。ポジティブというか、前向きというか。いよいよ明後日だ。桜先生への挨拶もバッチリだし、体も鍛えたし、そんな数日で鍛えられるかっちゃうの、ボケ。杉島ややこにの桜先生。ああ、そうなんだ、へえ。これで、あれかな、お酒を流しに持って行ってたから。ん？ん？高橋！この俺がこんなに匂みたい気分だのに、なんでそんな冷たいかな？高橋！そのシャクラ先生ってのが、そんなに大事か？大事なのか？まあ、いいから、匂め。匂め。にゃめ。だから、さくら先生が大事だって言ってるだろ。頼むから帰ってくれよ。いい加減に寝ないと、明日早いんだってば。うるさい。ん？待て。お？俺はトイレだ。そっか。あー、ネジ、カミングスン。カミングスーン。ネジ君やっぱ髪型おかしいよ、それ。髪型おかしいよ、そりゃー。あれ？待って、これクリックできないんだけど。
これやな、これ多分、はあ、これ以上飲んだら明日起きれないよ。あ、酒吸っている酒吸ってるあ、ラジオなんてつけなくていいから。ほらねじ君、どん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 。サラリーマン漫画、節山課長補佐と中島。中島、この番組は音の波形をウェーブマスターの制作でお送りします。もったいないけどね、ちょっとね。もしもし、中島くん。吐き捨てよ。お疲れ様です。今大丈夫かね。捨てれる？大丈夫です。例の契約の件だが、その後どうなっとるかね。うんうん。あ、それですけど。よし、今のうちにっと。もう、なんか君の喋りワンテンポ遅れて聞こえるんだね。ラジオ気になってしょうがねえんだけど。そのテンポお店のことじゃなくて、その国際電話っちゅうかなんちゅうか。ねえ、まあ、ちゃんと聞こえるじゃないか。わざとやっとったのかね。あー、もったいないね。でもね、喋りながら食ってたのか君は。食べてる時は喋りませんよ。これでよし。本当に？あとプリン。ミジ君やっぱ髪型おかしいよ。用事でシーハーすんじゃない。ちゃんとその話を聞け。でも用事でスーハー。電話中くらい食事はやめなさい君。おかえり。わあ、ネジ、お待たせ。僕もう寝るよ。何言うとるか、このネジ。まだまだたっぷり。あれ、ネジ、いつの間にこんなに飲んだ？高橋がガム飲みしたんじゃないか。うん？そっか。そうかもしれない。ネジ、他に酒ないの？ないよ。顔。じゃあ寝る。あ、寝るの？節山課長補佐役。でもネジ君、髪型マジで、それおかしいけどな。あ、でもね、梅の日や。これ、梅の日だってみんな。待って、コーヒー全然飲んでなかった。覗き開始。あ、こんな時間だ。高橋、起きろ。もう課長来ちゃうよ。さっさと準備して帰ってくれよ。おはようね、時間。おはようございます、梨本課長。スーツバッチリ決まってますね。そうか、君も爽やかな好青年って感じだよ。見えない。そうですか。これが息子のケイスケだ。ケイスケ君。ほら、ケイスケ、ご挨拶なさい。おはよう、ケイスケ君。おはよう。ケイスケ、挨拶は？いいんですよ、梨本課長。ケイスケ君、照れてるんですよ。照れてねえよ。こら、ケイスケ。まあまあ、課長、そんなに怒らないで。大丈夫ですよ。僕、子供の扱いには慣れてるんですよ。ああ、そう。でも、なんか妙に嬉しそうだな。やっぱり君、小学生が。だから違います。まあ、とにかく課長、ケイスケ君のことは僕に任せて、課長はお見合い成功させてきてください。そうか。じゃあ、くれぐれもよろしく頼むよ。任せてください。でもさ、でもさね、パパと踊りたかった。パパと踊りたかったよね、きっとね。そろそろ行こうか、ケイスケ。いきなり呼び捨てかよ。ん？なんか言ったか？今日一日は、僕がケイスケのお父さんだぞ。うん。いや、お父さんにしちゃ、ちょっと若すぎるかな。お兄さんだな。ネジ兄さんと呼んでくれ。変なやつ。何？ま、よろしくな。おいおい、なんだよ。お父さんに言われたんだ。お尻とか触られたら、大声出せって。はぁ、あ。まあいいか。出発だ。いざ、さくら先生。じゃないや。いざ、運動会へ。ダメだ、こいつ。ダメだ、こいつ。あー、なるほどね。いいキャラしてんねん。はい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 、きたー。
テラニーポージ。テラニーポージ。イエーイ。いいな。いやー、髪型キモい。へえ、オフィシャルサイトなんてあったんだ。チョコピック。ナイス、ありがとう。セラニポージいいね。まだカレー、まだカレー好きなのね、時間。取り越しデパートのイベントセールってロドリゲスシリーズに並ぶんだ。欲しいな。欲しいの、虹くん。日記見るか。はい。はい。今日はケイスケが遊びに来た。あいつ僕に懐いてきたな。でも子供だと思って油断してたけど、ケイスケのチョコピックコレクションはなかなかのものだった。侮れないぞ。ねえ。明日は取り越しのイベントセールだ。取り越しデパートはチョコピックの凄さを知らないに違いない。チョコピックマニアの強者どもが全国から集まって売り場はパニックになるはずだから、ちゃんと警備員を配備しているのかな。ちなみに僕たちも開店前から並ぶつもり。ケイスケと仲良くなってんじゃん。さくら先生から直々に電話が。やっぱさくら先生僕のことが参ったな、どうしよう。今度は僕から電話するべきか。電話番号聞くの忘れた、失敗。ところでテレビ出演何なんだって何なんだろう。僕がテレビに出るの？は？テレビ？すごいね、テレビ出れんのかな。なんだろう、どうなっちゃうんだろう。いやー、どうもどうもどうも、ネジさん。僕、ひやねともやの父親で、船出テレビでポンチャッキーズのディレクターやってます。ポンチャッキーズ、これ、名刺で。あ、どうも。僕も名刺。あー、そうか、家に置いてないや。いや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 、気にしないで。さくら先生から話、聞いてますよね。じゃあ、早速なんですが、この間の運動会で僕が撮った V 見てほしいんですけど、このビデオ、いいですよね。あ、はい。どうです、かわいいでしょう、うちの息子。はあ、いつも女房とね、ジェニーズ入れよって言ってんですよ。ジェニーズ、はあ、ずっと見てたいのは山々なんですが、ま、ちょっと早送りしましょうね。うん、流行ってますね、ハロハロナリアンス温度。ハロハロナリアンス温度、最近どこの小学校でも運動会だ学芸会だって言うとこの温度やるんですよ。へえ、そうなんですか。んで、その仕掛け人ってのが実はこの僕なんですね。うちの番組で毎朝8時ぴったしに流していましてね、今や国民的な朝のテーマって感じですよ。そうなんですか、すごいですね。お、そろそろネジさんの出番ですよ。はい、こっから。いやー、恥ずかしいな、僕初めてだったから下手くそで。何言ってんですかネジさん。見えない。あなたこれすごい才能ですよ、絶対子供に受ける。そうですかね。ナリアンス仕掛けた僕が言うんだから間違いなし。いや、もうぜひポンチャッキーズに出演していただきたい。お茶の間ナリアンス兄さんって新コーナーなんです。いいじゃん。いや、新コーナーって、それは勘弁してください、僕だって仕事あるし。大丈夫です、お時間取らせません。お茶の間で個性が踊るって企画ですから、スタジオ来てもらわなくてもいいんですよ。ネジさんの都合のいい日にこの部屋でこの温度踊ってるの撮らせてもらえれば、ほんとそれだけなんで。いや、ちょっと、せめて一回だけお願いしますよネジさん。まあ、そこまで頼まれたら。いいじゃん。じゃあ一回だけですよ。いいじゃん、あのお風呂スキーみたいな感じだよね、ちょっとワンコーナーみたいなね。あ、10日だって。一
回だけはまずい。一回だけはまずい。覗きだ。夕食時の、なんかあんのかな。呼んだって好きなんだよ、お風呂好き。あ、来た。本当にこんな格好でいいんでしょうか。いや、もうそのまんまで結構ですよ、まんまで。はぁ、あ。はい、じゃあ行きましょう。よーい、スタート。ほらほらほら、ネジさん、もうカメラ回ってんだから。はい、遠慮しないで。激しく行きましょう。こうですか。そう。やっぱいいね、ネジさん。それでもっとこうくねくね、にょーんって感じで。いい。それ。もうネジさん最高。みんな一緒にハロ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 。すごいな。ハロハロなりやんす。わこく、なんだろう。あら？あれ？何も見えない。何？わ、いや、よかった、いらっしゃって。ほら、また来たよ。また傑作お願いしますよ、ネジ兄さん。はぁ、ほら、もう来ちゃうんだって、一回って言っても。そしたらね、じゃあね、この時間に日記見よっかんね。まあでもさ、なんかそれでさ、ちょっと有名になってさ、自分が働いてるところのちくわが売れたりとかしたらさ、まあウィンウィンなんじゃないのかなと思うけどね。どうなんだろうね。あ、あ、オッケー、ニャ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 ン、ピュッ。あ、こっちこっちこっち。こっちじゃなくて、なんだかよくわからないけどテレビ出演することになった。マジで？ダンスなんてできないよ。どうすんのだ？どうすんだ？こういう時はっきり断れないのが僕の弱点だ。どうなることやら。テレビデビューしてしまった。ビデオ予約の仕方がわからないから会社を休んでみた。なんかすごかった。どうよって感じ。私の恥ずかしい過去ナンバーワンとして僕の歴史に刻まれることであろう。15日。強引すぎるよ、ひやねさん。僕どうなっちゃうんだろう。マスコミってすごいな。でももしかしてこのままスターダムにのし上がっちゃったりして。ムフ。そしたら桜先生だって。でもあれかな、子供番組のグッチ言うぞみたいなポジションになったらね、いいよね。ね、強みだよね、それはね。ムフムフ。そうしたら、どれも9時とかなんだね。19日の夜かな。どうかできるかな。だなな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 。ってことは、ひやねさんがドアから来てたからドアをクリックするか。管理人ですが。よし、起こしたるで。管理人ですが。ねえ、じさん、おやおや、開けてください。こんな時間に来る。管理人ですが。ねえ、じさん、ほら、ねえじくん来てるよ、管理人が。管理人ですが。来てるよ、管理人が。来たよ、ねえじくん。管理人ですが。管理人ですが。
ネジさん、開けてください。管理人ですが。管理人ですが。ネジさん。あ、起きた、来た。あれ？何も見えない。わ、いやよかった、いらっしゃって。ささ、また傑作お願いしますよ、ネジ兄さん。あらまあ、しょうがないな。よし、フライデー今日は日記帳覗き見してガサ入れする。みちゃん、あいしょ。お、おんこてまたまた間違えちゃった。めっちゃ愚痴ってんじゃん。ピアニさんが来たけど、イルスを使ってしまった。やっぱあんな恥をさらすのはやだよ。全国的な笑い物じゃないか。またピアニさんが来た。借金取りみたいだ。怖い。今日も来た。宅配便を装ってまで、そこまでして僕を番組に出したいなんて気が知れないよ。怖いね。結局取られてしまった。でも前よりはダンスうまくいってなってきたかも。さくら先生を見てるのかな。複雑。ネジ兄さんってどう見えてるのかな。かっこいいとか素敵じゃないことは確かだ。なぜかネジ兄さんが大受けして毎日放送されることになった。撮影も毎日、あ、毎日はちょっときついよね。仕事もあるもんね。もうネジ兄さん辞めたい。会社で同僚からお前はいいよな、みたいな嫌味言われたり仕方されたりね。そんなことある？会社も辞めたいよ。ネジ兄さんがずっと続いて僕がタレントになるなんて考えられないし、やっぱ会社は辞められないし。そんな露骨なことする男の人たちさ。辛いね。いたずらもできないからこれで終わっとこうか。かわいそうだ。せんよ。せんか。辛いね。するのか。でも人間ってなんかわかんないよね。なんか、ね。わかんないよね。いやでもコーネは、もしかしたら、ハロハロなり。また、クイッと。そうじゃなくて。怒ってるよ。ネジさん、どうしたんですか。今日なんか、切れないな。すいません。でも昨日残業で。もうネジさんたら頼みますよ。今日取りだって言ったじゃないですか。残業なんか断っちゃってくださいよ。そういうわけにはいきませんよ。辛いね。はあ、もう限界だよ。梨本課長に頼んでみようかな。ポポポポポ来た。梨本に電話。課長のこと呼び捨てにするなよ、ネジくん。高橋と同率じゃん、同等な扱いをしてるじゃんか。電話できる？よし、オッケー、順調だな、呼び捨て。課長に話聞いてもらおう。ね。もしもし、梨本課長ですか。ネジです、こんばんは。おお、ネジ兄さん。やめてくださいよ、課長まで。いや、すまんすまん。すごい人気だからな、つい。それはそうと、この間はありがとう。平介がすごく喜んでたよ。なんだか、すっかり君に懐いちゃったな。いえいえ、僕と圭介は友達ですから。そういえば、梨本課長、お見合いの方はどうなったんですか。いや、まあ、あっちから断ってきた。こんな言い方もあれだが、やはり子連れというのがネックだったようでね。あ、そっか。そっか、子供好きの女性はいないものかな。そうですか。あ、ところで課長、電話したのは。ん？その、お茶の間ネジ兄さんのことなんです。おう、毎朝ケイスケと一緒に見てるよ。絶好調じゃないか。視聴率も 30% を超えたとかで。すご
ごっ、でもおかげで生活は不規則だし、このままじゃ会社の仕事が手につきませんよ。はっきり言って番組もう辞めたいんです。それで梨本課長の方から。何を言ってるんだ、有名人のくせに贅沢な。私だってアイドルになりたかった。は？え？いや、いかんて。そうだ、私にいいアイデアがある。なんでしょう。ちくわだよ、ちくわ。ちくわですか。君がお茶の間ネジ兄さんで痩せたんのちくわを持って踊れば、我が社にとってこの上ない宣伝になるじゃないか。そういうこと。練り物業界全体が活性化するかもしれん。会社にはしばらく出てこなくていい。広報部に転属させれば特例も通るだろう。マジ？私に任せておきなさい。の、梨本課長、それはあんまりです。なーに、そうすれば君だって本格的にタレント活動に乗り出せるじゃないか。羨ましいぞ、チキシン。待てよ、そうなると私は君のマネージャーだな。今度ちくわを持って撮影にお邪魔させてもらうよ。そんな。そういうことか。え、大丈夫かなこれ。あ、1日だった。覗きかな。ちょっと、これはあれだね。いじめられちゃうんじゃないの、また。まあ、でも会社的にはね、練り物が人気になったら嬉しいよね。どうも、梨本圭介の父親です。実は私、ネジ君の上司でもありまして。それはそれは、いつも智也が仲良くしてもらってるようで。ヒヤネです。見ての通り、ポンチャッキーズのディレクターやってます。ま、今後とも。いやー、梨本さん。ちくわのアイデア、ありがたくいただきます。助かりましたよ、実際。最近ね、踊りにインパクトかけてるなって思ってたんですよ。いや、お恥ずかしい。我が社とのタイアップということで、一つ。そりゃもちろん。痩せたんのちくわ、しっかり映しますから。んじゃ、ネジ兄さん、本番いっちゃおうか。はい。みんな一緒にハロ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 。ちょ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 、カッと。歌も歌ってんじゃん。なんか違うな。ネジ兄さんさ、どうもパッションがね、こう、パッション、ぐわっと来ないんだよね。ぐわっと。パッション、はあ。そうですね、いっそ口に加えてみてはどうでしょう。ないないない、それだ。いやいやいや、ダメ。梨本さん、いただき。はい、ネジ兄さん、いただくな。みよう。みんな一緒にハロ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 。やっと。いや、素晴らしい。久々に会心の出来だ。でも竹だけじゃ加えるのが限界かもな。竹？ちくわのことです。へえ。ネジ君、痩せたんの社員なのにそんなことも知らないのか。そうだ、ヒヤネさん、次は白板も使いましょう。白板ってのは？はんぺんです。竹に白板、いいですね。次回はそれでいきましょう。じゃあ、ま、今日のところはネジ兄さん、お疲れ様。あ、お疲れ様です。これ今回のギャラね。あ、ギャラ。ああ、何するんです、梨本課長。課長じゃない、ここでは君のジャーマネだ。ひどい。ジャーマネって？あのね、ネジ君、会社は広報部としての君に給料を払ってるんだから、これは会社の売り上げってことになるんだよ。そんな。心配無用だよ、ネジ君。ボーナスはそれなりに上乗せさせてもらうから。まあタレント社員ってやつだ。ひどい。あ、ひどいよ。クソ野郎。そろそろ朝になりや。
なんだよ、今のどうでした？いいですよね。やっぱり竹の方が練り物の基本って感じするし、ひねりが効くっていうか、なんか僕コツ掴んできたような気がするな。ひやねさん、別パターンも取ってみませんか？ちょっとネジくん、何もうなんか開き直ってんの？調子乗ってきたこりゃ。調子乗ってきたよ。ネジくん。のぞきだ。大丈夫かな？そろそろ格差になりやん。カット。オッケー。今日もこんな感じでいいですよね。十分面白いっすよ。そんなことより聞いてよ、ひやねさん。こないだ高橋と飲みに行ったらね、女の子10人ぐらいに囲まれちゃって、ネジ兄さん携帯番号交換してだって。わ僕そんな暇じゃないのにね。高橋のやつ羨ましくて焼け酒、一人で潰れちゃうもんだから置いてきちゃいましたよ。覗き返し、うざいんだよねって。ちょっとさん、あ、帰ってきた。あ、牛肉が帰ってきたぞ。冷蔵庫、冷蔵庫。わ、キスされてる、いっぱい。はぁ、ルミちゃん。ルミちゃん、アンドルミ動かしちゃう。できた。動かした。はぁ、ネジくん、そりゃないよ、ネジくん。この時間だ。何が起こるんだろう、こりゃ。どうなっちゃうんだろう、こりゃ。どうなっちゃうの、どうなっちゃうの。コーヒー飲もう。あっ、ポンちゃんキーズだ。あった、頭痛。みんな一緒にハロ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 。あれ、なんだこれ。あ、そうだ、思い出したぞ、ルミちゃんだ。ルミちゃんの名刺だよ。あ、もしもし、ルミちゃん。俺、誰だかわかる？そう、ネジ兄さんでーす。昨日お疲れさん。お、そうそうそう、携帯番号教えてもらったから早速電話しました。昨日見たよ、ニャンダフル。やっぱさ、ニャンギャルじゃルミちゃんがダントツで可愛いよね。いやいやいや、嘘じゃなくてさ。ところで、ルミちゃんってさ、辛いの平気？いや、俺ね、すっごく美味しいタイ料理のお店知ってんだよ。なんだよもう。ああ、違う違う、こっちの話。ちょっとごめんね。ケイスケじゃないか。もう遅いぞ。何しに来たんだ？この間も来たんだけど、ネジ兄さん撮影忙しそうだったから。上がってもいい？まあいいけど、電話中だから邪魔すんなよ。おお、お待たせー。え、大丈夫大丈夫、気にしないで。でね、そこのタイスキがさ、もう絶品。今まで食べたタイスキが湯豆腐に思えちゃうくらい。これほんと。え、そんな当たり前じゃない。そのために電話したんだもん。ネジ兄さん、僕さ、揚げハブタゲットしたんだ。そうそう、だから行こうよ。ルミちゃんのためだったらいつでも時間作るって。ネジ兄さんは嘘つかないぞ。なんてね。ネジ兄さん、こら、静かにしろって。今大人のお話中なの。あー、ごめんね。ん、あー、いいのいいの、近所のガキだってば。
ほら俺ネジ兄さんだから子供が懐いちゃってさ。あ、そんなことより大好き。本当？そっか、ルミちゃん忙しいんだね。わかった、また今度は誘うよ、絶対電話する。いや、ちょっと待ってよ、うん、それじゃあ仕事頑張って。じゃあね。マジ？ま、ロケじゃしょうがないよな。ちょっと頑張れよルミ。何して？あれ、ケイスケのやつ帰ったのか。何も言わないで変なやつだな。ん？アゲハブタ？こんなもん私に来たのかな、あいつ。なんだルミちゃん、やっぱ行きたい？はい、あの、私さくらと申しますね。先生！さくら先生？あ、いや、そのネジです。こんばんは。こんばんは、毎朝見ています。ポンチャッキーズ、お忙しそうですね。へへ、まあ昨日もサイン会で子供たちにもみくちゃにされましたよ。そうですか。あ、そうだ、さくら先生、今度俺と。あの、ネジさん、実は最近ケイスケ君の元気がないんです。なんとなくクラスでも浮いてしまっているみたいで。え、どうしたんだろう。ケイスケ君と仲のいいネジさんだったら何かご存知じゃないかと。まあまあ子供の話はいいじゃないですか。それよりさくら先生、俺と一緒にタイ料理食べに行きません？女優の菅見夏希なんかも常連の、すごいいい店知ってるんですよ。もうそこの大好きと来たら。そうですか。でも、いや、もちろん俺がおごりますよ。ケイスケの話はそこでゆっくり二人っきりでね。いえ、ケイスケ君のことは直接お父様に相談してみます。お忙しいのに失礼いたしました。え、さよなら。もう最低だよ。なんだよ、せっかく誘ってんのに。もう最低。6時45分わからんね。タコ、タコ、なんか喋り方が、なんかもう、なんかさ、癖がありすぎてさ、って言うてさ、テレビ見る？あ、ここじゃんか！危ねかった！危ねー！この日かよ！みこちん入れないとな。みこちん？来た！みこちん？さて、続きましては、今世界中で大ブームのチョコビックの話題です。はい、昨日、全世界で10個しかないと言われている金のロドリゲスをイギリスのコレクター、ウォルター・ホープさんが獲得しました。これを手に入れるには、多分苦労されたんでしょうね。まあね、こいつのために3年間毎日チョコを食べ続けたよ。でも、今となってはそれもいい思い出さ。では、ホープさん、例えばおいくらでしたらその金のロドリゲスお売りになりますか？なあ、売るなんて冗談じゃない。どんな大金を目の前に積まれてもね、こいつは僕のプライドなんだ。墓まで持ち込むつもりさ。ちなみにホープさんはチョコピックを全部でいくつぐらいお持ちなんでしょうか？そうだな、ちゃんと数えたことないけど1万個ぐらいかな。1万個！まさに正真正銘のコレクターですね。でも僕のコレクター仲間にはトラック1台分まとめて買ってるやつもいるよ。次は彼のところに出るといいけどね。以上、ホープさんへのインタビューでした。金のロドリゲス、本当にあったんですね。夢はいつか叶うもの、諦めてはいけませんね。さて、次のニュースです。動いてる。くそー、なんでこんなやつに金のロドリゲスが。絶対俺も手に入れてやる。チョコピックか。ケイスケとなんか、あっ、来た。そうだね、チャーリーとチョコレート工場のチケットみたいだね。チョコレートに入ってるね。わかるわかる。覗きだ。来た。ロードが長いね。ロードが長いときに、じゃあ、コロネラジオ。今日のプレゼンターはコロネ。ゲストはもちろんこの人、コロネ。終わった。また来週。さあ、入ってくれ。入ってくれ。ポンチャキさん、始まったよ。うわっ、チョコピックいっぱいある。みんな一緒に
あーいいよいいよ、さあおばちゃんたち始めて始めて。はいよ、なにこれ。おおケースケ見ろよ、チョコピック2トン買い込んだんだ。2トントラック1台分だぞ。すっげえ。これで金のロドリゲスは俺のもんだ。ネジさん、チョコレートの方はどうすんの。ああ、捨てちゃって。そんなもったいない。そう、じゃあ持って帰っていいよ。こんなにたくさん食べられないよ。それじゃあやっぱり捨てちゃう。はあ、最低。ネジ兄さん、僕も手伝う。いいけど、金のロドリゲス見つけても盗むんじゃないぞ。あなた、本当にポンチャッキーズのネジ兄さん。ああ。そうだよ。そうは見えないけどね。ああ、やっぱり実物の方がいい？だよね、やっぱ。ちゃんと照明当てろってんだよな。まったく。EV 撮りだしさ。悲しくなってきた。あ、17日。もう悲しいよ、コーネはさ。こんなネジくん見たくなかった。でも生々しいというか、なんかリアルだよね、こういうなんて人間のこういう嫌なところ。はっ、はっ、ネジ兄さん、なんだこんな朝っぱらから。もう昼だよ。なんか持ってる。どっちでもいいよ、ケイスケ。俺はお前のお父さんに戦わずして負けたんだ。何のこと。何。何でもない。とにかく俺を寝かしてくれ。ネジ兄さんってば。先生と？ネジ兄さんに見せたいものがあるんだ。ケイスケ、いい加減に。お？お？これは、金のロドリゲスじゃないか。ケイスケ、これ本物なのか？本物だよ。でね、これネジ兄さんに。いくらだ？え？くそー、あんなに大金はたいても見つからなかったのに子供が持ってるなんて。腹立つなぁ。くれようとしてたんじゃないの？いくらだ？1万。1万円でいいだろ？ほら、1万円。なんだよ、売りに来たんだろ？これで売ってくれよ。あげないよーだ、バーカ。自慢しに来ただけだもん。おい、ケイスケ。今、ネジ兄さんに言って。たくがきのくせに強欲なやつだな。おい、ケイスケ、5万出すって。もう、やばい。テレビが新しくなってる。モリコン調べによる音楽ヒットチャートをお届けするぞ。んカーテン。ネジ兄さんのハロハロナリアンス温度も潮時かの。ま、今までヒットしてたのが不思議なくらいよね。相変わらず蘭姫は辛口じゃの。しかしまあそうかもしれんの。だいたいオチなのよね、この人。なんで CD 出すかな。なんだとこの野郎。はい、誰？どうも、ポンチャッキーズ、ヒアネです。ああ、なんだ、ヒアネさんか。鳥の時間変更だったら嫌ですよ。あ、いやいやいや、そんなんじゃなくて、ネジ兄さんなんだけどね、明日からしばらくお休みにするわ。は？視聴率が厳しくてね。ぶっちゃけコーナー打ち切りなのよ。そんな。もう来週から、ポンチャックの新コーナー決定しちゃったし、その名もポンチャックのナリアンス一人旅ってなとこでいいでしょう。これお願いします。僕もそれに出してください。え、ダメダメ、ちょい役でもいいですから。だから無理だって。ねっちゃんさ、今週のドライで見てないの？君がニャンギャルとかさくら先生口説いてたことみんなすっぱ抜かれちゃってさ。ネジちゃん、キャラクターとして汚れちゃったんだよ。そんな。こっちも子供番組やってんだから、正直、迷惑して
セタン戻って働けばさ。ま、ネジちゃん、とにかくそういうことなんで、あー、近々打ち上げてもね。それじゃ。まあ、かわいそうじゃかわい、ここまで来たらかわいそうだけど、もう、ケイスケ、もうこれでちょっと我に返ってケイスケと、ケイスケとお願いだよ。ネジー来た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 。おー出てこーい鼻毛。おなら、高橋助けて高橋ネジしないで。ネジ来た。高橋。高橋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 。ネジ。ほら。ちょっと隣人様に迷惑な声量だと思うけど、これ大丈夫かな。すげえな。部屋すげえな。ちゃんと布団は直すんだね。ネジくん、ところどころね、なんかね、その奥底に眠ってる両親が垣間見えるところがまた憎めないよな。来たん。うるさいな。早く開けろってんだ、ドアホー。近所迷惑だろ、この酔っ払い。やっと出てきたな、ネジ兄さん。上がるぞ。酔ってなかった。やったふりしてた。うん、勝手に冷蔵庫を開ける。飲もうぜ。なんだよ、お前も僕をバカにしに来たのか。はぁ、思った以上にいじけてるな、ネジ兄さん。僕はもうネジ兄さんじゃないんだ。高橋にはわからないよ、こんな惨めな気持ち。ふん、惨めね。あのさ、ネジ兄さんである以前にネジはネジじゃないのか。うん、なんだよ、ネジってやつはそんな惨めなやつだったのか。うん、少なくとも俺の友達に惨めなやつなんて一人もいないぞ。まあいいや、今日は俺それだけ言いに来たんだ。あ、そう。ごちそうさま。じゃな。高橋、ありがとう高橋。これをネジ君に伝えるためだけに酔っ払ったふりしてネジ君にドアを開けさせて。いや、いい友達。みんなにはこういう友達いる？一人いる？友達は寮じゃないからね。一人こういう人がいればいいんだよ。取られたん？待って、ちょっと高橋で涙腺崩壊しそうになったけど、引っ込んでしまった。ひよねん？ごめん、ごめん。以前にも取り上げました金のロドリゲス、なんとこの日本でも手に入れた人物が現れました。みんな聞こえる音？直撃インタビューです。ちょっと大きい方がいい。早速ですが、その金のロドリゲス見せてもらえますか。うちの近所だ。これおじさんじゃない？これ撮った子供。お、確かに。この映像はどこへ行くんだ。確かに金のロドリゲスです。どうやって手に入れたのですか。どうやってで、お店で買ったんです。普通にで、開けたらこれが入ってた。いくつ買ったんですか。やはり相当な量をまとめて買われたりしてるんですよね。いいえ、その時は1個だけ。1個だけ。いやー、まさに幸運とはこのことですね。どうですか、率直に今のご感想は。感想？別に。でもやっぱり嬉しいです。以上、直撃インタビューでした。
あっさりしすぎだろ。聞いたところによるとトラック1台分まとめ買いする人もいるそうですが、たまたま買った1個が幻のアイテムだとは。全国のコレクターの方、一体どう思われますか。このチョコビッグ騒動、まだまだ続きそうです。俺のことやんけみたいな顔だったよね、今ね。あ、夜だ。めっかい。覗き開始。電話。パパ？もしもし？君、ともやくんだよね。誰？僕は、ネジ兄さんだ。あ、ほんとだ。声が一緒だ。ともやくん、ちょっと聞きたいことがあるんだ。金のロドリゲスのことなんだけど。知らないよ。何かあったの？パパに、誰にも言っちゃいけないって怒られたの。そっか。金のロドリゲス欲しがってるやつは5万といるからね。取られちゃったら大変だし。僕テレビに出ちゃったからみんなにバレちゃったの。あんなモザイクじゃ友達とかにはバレちゃうよ。僕でも分かったぐらいだから。うん、でも友達だけじゃなくっていっぱい変な電話かかってきたり、金のロドリゲス見せてっておかしなおじさんがうちに来たりして、ママ寝込んじゃったんだ。大変だったんだ。僕本当はあんなのいらなかったんだ。別に集めてたわけじゃないし、たまたまなの。でも当たった時は嬉しくて真っ先にチョコピック集めてるケイスケに自慢したんだ。ケイスケに？うん。そしたらケイスケ、これネジ兄さんにあげないって言ったんだ。欲しがってたからきっと喜ぶって。そう、それでケイスケに金のロドリゲス渡したんだ。ううん、僕せっかく当てたやつだったからただじゃ嫌だって言ったんだ。そしたらケイスケ、自分のコレクション全部と交換しようって。だから僕ケイスケと交換したんだ。でもね、さっきそのことパパに話したらものすごく怒られて、パパ慌ててどこかに出て行っちゃった。全部あの変な豚のせいなんだ。あれが当たってからパパもママもおかしくなっちゃったんだ。元気出して、ともやくん。うん、話聞かせてくれてありがとう。それじゃあね。我に帰れ、ネジ。やっぱりケイスケが持っていた金のロドリゲスは本物か。そこじゃねえだろ。胸騒ぎがするな。もしもし。あ、はい、ネジです。ネジ君、私だ、ナシモトだ。そっちにケイスケ行ってないか。ケイスケ、どうかしたんですか。あいつ、まだ学校から帰ってきてないんだよ。え？今日は来てないです。ケイスケのやつ、ここんとこ心配ばかりかけやがって。まさか金のロドリゲス。なんだって。いえ、僕ちょっとその辺探してみます。ああ、悪いな。もし見つかったらすぐ連絡してくれ。はい、それじゃあ。ケイスケ、無事でいてくれよ。どうしたの？ねえ、やだよ、やだよ、やだやだ。わっ、助けて、ネジ兄さん。どうした、ケイスケ、何があった。早くドア閉めて、早く。僕、大人の言うことは聞くものよ。やだ。なんなんですか、人のうちに勝手に上がり込んで。あら、地味なお兄さんなのに怒りっぽいのね。いや、確かに地味ですけど、余計なお世話ですよ。それで何、あなたこの子のパパ。
違います。僕はケイスケの友達です。友達ね。あら、私あなたどっかで、あ、もしかしてね、あなたネジ兄さんじゃない？そうですが、それが、いやー、すごい、本物よ。やめてくださいよ。何よケチ。実物の方がずっと可愛いわね。え、よかったじゃん、ネジ君。ここテレビに出てた部屋覚えとくわ。いろいろ触られてる。あ、そうよ。そんなことよりそのガキよ。ちょっとネジ兄さん聞いて。そのこったら、私が当てた金のロドリゲス、ひったくって逃げたのよ。ほら、カラバコとチョーコ。嘘つき。僕、そんなことしないもん。おじさんの方が、僕の金のロドリゲス、取り上げようとしたんじゃないか。いけすかないガキね。なんてこと言うの。そのチョコ、いつ買ったんですか。え、今日よ。それがどうしたの。僕、前にもケイスケに金のロドリゲス見せてもらってるんですよ。なんですって。それは、その子のかもしれないけど、これは、私のなの。もう、早く返して。そうかもしれないですね。金のロドリゲスなんて、よく当たりますから。バカね。知らないの、あなた。金のロドリゲスは、激レアなのよ。一体いくらで売れると思ってんの。あなたはいくらで雇われたんですか。何言っちゃってるのかしら。なんだったら今から警察行ってもいいんですよ。その写真がどうしたって。警察行く。少しは考えなさいよネジ兄さん。私がただのオカマじゃないのはわかるでしょう。わかりました。ちょっと待ってください。ケイスケ、金のロドリゲス、ネジ兄さんにくれるのか。うん。そっか。じゃあ、ありがたく受け取るよ。これは差し上げます。わかりゃいいの。そうやって最初から素直に。その代わり、もうケイスケを追いかけたり、怖がらせたりしないよう、ちゃんとヒアネさんに言っておいてください。わかったわ。私が約束する。かっこいいのねネジ兄さん。やっぱヒアネが雇ったんだこいつ。はあ、怖かった。ごめんねネジ兄さん。ごめんね。あ、いいよ。こうやってケイスケが無事だったんだ。でも、なんでこんな怖い思いしてまで金のロドリゲス僕に渡したかったんだい。だってネジ兄さんが最近意地悪なのは金のロドリゲスが手に入らないからでしょ。金のロドリゲスをプレゼントしたらまたネジ兄さん僕と遊んでくれると思ったんだ。そっか。ごめん。ごめんなケイスケ。謝るのは僕の方だ。僕、本当に間違ってた。全く情けないよ。本当、ごめんな。泣かないで、ネジ兄さん。金のロドリゲス、また僕が見つけてくるから。いいんだ。もう、金のロドリゲスはいらないんだ。え？どうして？金のロドリゲスなんかなくたって、僕はケイスケと遊びたい。なあ、ケイスケ。なに？こんなに意地悪で情けないネジ兄さんだけど、これからも友達でいてくれるか？親友でいてくれるか？親友って？金のロドリゲスなんかよりずっと大切で、どんなものとも交換できない本当の友達のことさ。うん、いいよ。僕、親友でいいよ。よし、ケイスケとネジ兄さんは親友だぞ。じゃあ、男の約束だ。握手しよう。男の約束。あ、置いていってんの。また置いていってんの。
け